はい、今回は2020年3月22日ケーズフェスタ3で行われる小澤海人対ジャオスワイアイの試合の予想をしていこうと思います。はい、まずは、小澤選手の紹介から。小澤海人選手ですね、27歳165センチサウスポーですね。自分がここ数試合見たイメージというか印象なんですけど、まあこうピョンピョンピョンって飛び跳ねるというよりは結構こうがっつりした構え、しっかりした構えを取るような選手だなというイメージがあります。パンチも蹴りも膝も、まあ、バックブローも、何でもこうそつなくこなすイメージですね。パンチャーだとかキッカーだとかっていうトリッキーな選手でもないし、オーソドックスがすごく上手な感じで、まあ、バランスもいいし、しっかりこう完成されつつあるというか選手だなというのは印象にはあるんですが、ここまあ3試合ぐらいかな、ちょっとパパパッと見たんですけど、バレラ戦、芦澤戦、まあ、どちらもこう KO 負けしてますよね。なんかちょっと打たれ弱くなってるのかなというイメージはありますね。はい、でまあそのバレラ戦にしても芦澤戦にしても、あと隼人戦でもあったのかな、こう癖としてサウスポーで構えてて、こう左に頭を避ける癖があって、そこにハイキック合わされたりこうストレート合わされたりっていうのがちょっとあったので、まあでもサウスポーだから仕方ないのかな。でも右にも左にも触れたらいいんだけど、左に振るときにパコーンともらってしまってるイメージがありました。はい、で最近の試合も、まあ、実力で劣る隼人選手との試合は本戦ではドローで、まあ延長で勝った感じですね。高弘戦も、まあ高弘戦は本戦で全然勝ったんですけど、なんか勢いはないですよね。結構こう慎重に戦ってる、まあ打たれ強いっていうことを自分だったりチームがこう自覚しての、作戦の立て方だったのか何なのか分かんないんだけど、こうなんか特に高弘戦に関してはあれ倒せるんじゃないかって思ったけど、やっぱ深追いしないっていう、こう無駄な攻撃をもらわずに綺麗なままで終わろうっていうのがちょっと見えたので、慎重になってきているのかなというイメージはありますね。昔やったね、タケル選手との試合とやったよ、タケル選手とやった試合みたいにこうイケイケな感じは今はないのかなと思っています。はい、対するジャオスワイアイ、ちょっと長いからもうそこだけにします。はい、これがね18歳なんですよ。やばくないですか、18歳。まあ165センチ、身長は一緒ですね。で基本はオーソドックスで、まあタイ人なのでがっつりムエタイではあるけど、花のあるムエタイの選手ですよね。二段膝出したり、結構攻撃アグレッシブな選手ですね。で、ジャオスアイアイは、去年の11月かに、フェザー級グランプリで出場というか K1 デビュー戦ですね。まあ全然 K1 デビュー戦らしからぬ、例えばタイ人特有のこうクリンチが多いとか首相撲に持っていくとかやりづらさみたいなのは俺が見てる感じではこうあんまり見られなかったですね。だから結構最初から K1 にアジャストしてきている戦いなんじゃないかなと、はい、思いました。まあそのトーナメントだけか、その日だけ、まあ、試合を3試合してるんですけど、1回戦が安保陸選手、ね、体がね、なんかちょっと安保陸選手に比べてちっちゃいかなとは思ったんだけど、そんな、なんかそれは見せないぐらい強く、自分より身長が9センチも高い安保選手に2段飛び膝
でクラクラっと効いたところをバチンって左フックしっかり合わせて倒すっていうね、これはねすごかったっすね。なんかあちっちゃいタイ人連れてきたなって思ったけど、そんなことはなく結構ねしっかり倒しましたね。1回戦で準決勝が、まあ、2回戦というか準決勝なんですけど、浦部博隆選手ですね。1ラウンドにまた左フックで効かせて右ストレートでダウンを取る。で、あのトーナメントなので2回ダウン取ったら勝ちですよね。 TKO 勝ちになるので、バーッと詰めたところを逆にこう畳みかけられてダウンを取られて、まあ、1個ずつこう1ラウンドでダウンを取り合うっていう展開になって、でまあ 2-3 はこうお互いが取ったかな取られたかなみたいな感じ。でもその1ラウンドで自分がダウン取った後にいける強さというか、見ててやっぱすごく面白かったし、花のある選手だなとは思いましたね。で 2-3 取り合って、結構ヘロヘロになりながら、本戦はドローで延長戦で、まあ浦部選手に勝ったですね、はい、勝ったんだけどっていう感じかな。で決勝戦で、決勝戦はあの江川選手、だからそのジャオスワイアイは、まあ、1回戦こそ1ラウンド KO で上がったものの、準決勝結構もうヘロヘロだったんですよね。4ラウンドフルにやりきって、この状態で対する江川選手は1ラウンド KO で登ってきて最後の決勝戦、まあこれしんどいだろうなと思って、結構ジャオスアイアイがね、まあタイ人得意ですよね。こうスカウターじゃないけど、こう相手のこう攻撃を見てやろうって、ちょっと待ちになったところをバカ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 ってもう江川選手がまとめる、でそのまんまこうボディ効かされて、まあ、2回ダウンして倒れて TKO 負けっていう感じにはなるんだけど、なんかあれを見た時に、ああタイ人だなっていう、なんかなんだろうな、こう怪我せずに、ちょっともう俺勝てないわこいつとみたいな感じはちょっと、感じたかな、でもなんかそれはなんだろうな、あの俺の中でこう、まあ、ワンデーなんで、本当のジャオスアイアイの強さじゃないというか、カウントしてないですよねあんまり自分の中では、でこの2人がですよ、3月22日でしょ試合で、まあここからが自分のこう予想という感じなんですけど、まあそのねジャオスアイアイに関しては、まあワンデーの1日しか見てないけど、ね、江川戦とは違って 1回戦準決勝かと一緒でこう元気なまんま試合をするので、またこういろんな技を二段膝やったりパンチ思いっきり打ったり蹴り思いっきり打ったりっていうのはやってくるでしょうね。イケイケどんどんで来ると思います、ね、ここで対する小澤選手ですよ、はい、ここ数試合は慎重になっているっていうのを見るとこう飲まれちゃうんじゃないかなというイメージはあります、はい、やっぱりこう一発もらったら倒れてしまうな、どうしようっていうのはやっぱ心の中にあると思うので、それはねなかなかじゃあこの試合で爆発するぞってできるかっていうと厳しいんじゃないかなとは思います。なので自分の予想としてはジャオスアイアイが3ラウンド KO 勝ちかなって思います。パンチかな、でも自分のなんだろうな、俺が見たいのは小澤選手の KO からの完全復活が見たい。また K1 に小澤ありっていうのをちょっと見せつけてもらいたいので、ぜひね今回の試合はね飲まれないでほしい。18歳のタイ人若造に飲まれないで、今まで K1 をね支えてきた人としてね、いい勝ち方をしてほしいと思いますよ、はい、ただこの3月22日、まあ
今ねコロナウイルスでこう試合をするのか大会を開催できるのかどうなのかっていうのも、結構危ぶまれてる状態で、で今回の試合はねケーズフェスタなので海外からもたくさん外人が来て試合をしてくれるんですよね。だから本当に、試合ができるのか、まあ大会自体が開催されるのかもまだ分かんないじゃないですか。で外国人選手が日本に来てくれるかどうか、来てくれるというか、まあ、政府が許可をするかどうかもまだ未定なのでちょっとねそこら辺は難しいところではありますよね。選手が一番大変じゃないかな。あと約2週間弱自分の試合はあるんだろうかとか減量はしてるはずだし、大丈夫かなとかって思いながらこう試合に向けていく感じはすごく、まあ自分もね、あと5週間ぐらいかしたら試合なのでそれは思いますね。はい。なのでぜひ、まあ、無理のない程度に開催してほしい。無観客はちょっと嫌だな。無観客は嫌だな。やっぱお客さんを入れた状態でいろんな物語を見せてほしいですね。その日は3月22日は、まあでもそればっかりはね誰を責めることもできないので、はい、コロナの収束を待ちましょう。はい、皆さんはどう予想しますか？コメント欄に書き込んでください。はい、今回の動画はこんな感じで終わりましょう。はい、ありがとうございました。